旅人さん、いいところにいらっしゃいましたね。ちょうどご友人からの伝言が届いていますよ。伝言？珍しいな。誰からだ？親愛なる進化よ、感じなさい。運命の銀紙に包まれていることを。大元無心。ん？神羅万象の瞳があなたを見つめている。すみません、こんなに読みにくい文章はめったになくて。続きも聞かれますか？明らかにフィッシュルからだな。どうする？夕夜浄土の至高なる王城へと進むあなたを見守っているわ。速やかに越見に訪れ、祝福の名のもとに誓いを立て、世界の奥底へと同行なさい。とにかくこの伝言を残されたフィッシュルさんは、お二人に大聖堂前の広場まで来てほしいとのことです。お時間があれば行って差し上げてください。ずっと待っているとおっしゃっていました。はぁ、意味不明の伝言なのに、してほしいことは具体的だな。やれやれだぜ。来てほしいってことなら、あんまりフィッシュルを待たせない方がいいよな。早速大聖堂前の広場に行ってみようぜ。